続けてクエン酸回路、ね、みんな回路って聞くとなんかね電池の回路みたいにこう物をイメージしがちだけど、クエン酸回路っていうのはねそういう物があるわけじゃなくて、例えばみんな科学でね化学反応式ね A と B が組み合わさって C になりましたっていうこの式を学ぶかもしれない。だけど生物の体の中でこういう反応ってあんまり起きてなくて、なんでかっていうとここまでいったらもう反応が終わっちゃうでしょ。どうするかっていうと C が D になって E になってまた元に戻ってくる、いろんなものを加えたり外に出したりしてぐるっとまた元に戻ってくる、こんな反応が圧倒的に生物の体の中では多いです。こんな風にぐるっと回るような化学反応を回路っていうんです。クエン酸回路っていうのはこういう風にぐるっと回る反応の一つです。見ていきましょう、ね、さっきできた2個のピルビン酸、解凍系でできた2個のピルビン酸、ピルって書くよ、2個のピルビン酸がクエン酸回路っていうぐるっと回る反応式、ぐるっと回る反応、クエン酸回路の中に入っていきます。え、クエン酸ってどこから出てきたんですかってね、クエン酸っていうのはこの回路で初めにできる物質がクエン酸なんです。だからクエン酸回路って言います。いろんなものになっていくんだよ、こんな風にいろんなものになっていくんだよ。で元に戻るわけで、この過程で6個の CO2 が抜かれます。で6個の水が入ってきます。でこっからちょっと大切なんだけど、8個のさっきで解凍系でできた NADH が生じます。あとね、同時に遊離する水素もあるんだけど、8基のバケツのセットが8セットできます。さらに2セットもう上と本当に同じような形で、ただねゴミ箱の種類だけが違うような、今度は FAD っていうゴミ箱、FAD っていうゴミ箱ね、ここにはちょっと大きくて水素2個と電子2個が入るんですよ、ね、でこれで合わせて FADH2 なんて言ったりするんだけど、このねでかいゴミ箱も2セットできるんですよ。でさらに ATP も2分子生産することができます。このクエン酸回路で。こんな風な、仕組みがクエン酸回路です。さて、ゴミ箱が結構溜まってきましたね。ね、中にぎゅうぎゅうに詰めたゴミ箱がいっぱい溜まってきました。ね、これどうするんでしょうか。ね、次のステップいきましょう。